これ乗れねえじゃん。はい、あとは兵庫 TF246 局さんが、今日わざわざね、桃助は低い山でやるからチェックインできねえじゃねえかって文句言いながらわざわざ、こちらの方まで遠征してねチェックインしてくださいました。ありがとうございます。はい、来月はですね多分アタックさんがね高いところに行ってやってくれるんじゃないかななんて勝手に思っております。はい、一旦ピンティって話します。勝手なインフォメーションが困りますよ。今なんか勝手なインフォメーションが困るというアタックさんからで、ね、来ましたが、いや来月高いところでお願いします。どうぞ。はい、考えてきますということなんで前向きに検討してくれるそうです。はい、多分雪山からねまたやってくれるんじゃないでしょうか。はい、あとですね今後直近のイベントとしてはですね、もう1月はイベントはあれかな、はい、2月の方はねまた第1週に伊勢湾ロールコール関西ミーティング開催されるのではないかなというふうに思います。全国一斉イベントとしてはこの先は3月の春分の日ですね、3月の春分の日に春の一斉オンエアデーが開催されます。時間の方は9時から15時、3月の春分の日の9時から15時、春の一斉オンエアデー、今年一発目の、全国一斉イベントが開催されます。ありがとうございました。では記録に終わりたいと思います。この後ね各局このチャンネル前後等々ね、単身でのシンプレックスの更新やねエピタでの特徴の更新、なかなかね、相手がいないとチャンスがない特徴の更新ですので楽しまれてみてください。PT で話します。はい、第16回 UHSCM ミーティングキー局の音をこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。各局またよろしくお願いします。セブンティースリー。はい、ということで、UHSCM オンエアミーティング今回も楽しむことができました。はい、遠くからね、遠征してチェックインしてくれた方もいるし、古い機種で、まあ、性能的にはね、今の機種と比べるといまいちなんだろうけども、それを使ってね、まあ、条件が古いでもそのお気に入りの古い機種を使ってチェックインをしてくれたっていうね方もいました。まあ、特徴もね、いろんなやっぱ遊び方があるかなって思います。今日もね、今日初めてフリダやりましたっていう人ともね更新できたんで、輪が広がってるなというのを実感できました。特徴はね本当相手がねいないと更新のチャンスが得られない、ね、CB 以上にね、相手を見つけるのがね難しいので、ぜひイベントに合わせて運用してみてください。以上、長岡 HR420 桃助でした。痛い。あれ？あれ？こんにちは。こんにちは。ちょっとなんかストーカーですか？僕の隣に泊まってわざわざ兵庫から、いや風山低すぎます、3エリアが狙えないのでわざわざ来てやったぞ。来ました。来月はエナさんあたりで、来月アタックさんが、あらアタックさん、アタックさんがね高い山から、あじゃあ最低でも 2000m 以上ということで来月は3エリアが狙えるところを期待してます。これ乗れねえじゃん。何これ、いや駐車場がいっぱいでこう少しでも詰めとかないと、 いっぱいじゃないでしょ、空いてるでしょこれ、空いてる空いてる空いてる、ちょっとこれ乗れないじゃん。いじめだわいじめ。ちょっと痩せれればこれ何傷つけてもいい感じ、この白い車。いやいやいや、えバンって開けて、いやこれいじめに合ってる、しょうがないからこっちから乗るわ。今日はなんかすごい風だったらしいじゃん、突風が吹いてアンテナが折れるかと思った。もう今年は交代だね、雨男風男は兵庫 TF246 モフスケさんに襲名しますので。いやいや、だって僕がいるところはすごい風も吹いてなかったし穏やかなポカポカ陽気だったよ。本当ですか。残念ながら残念ながら兵庫 TF246 モフスケです。風男って言われてますけど僕は晴れ男だと思ってます。どうでした今日の特賞オンエアミーティング。楽しかった。たくさん更新できましたか。
あ、でも CB が、モフスケさんとしか個人的に見なかった。いや、特賞特賞、あ、特賞は、特賞はそう、いっぱい更新できたし、あと、お初の方も更新できたので楽しかったです。と、次回の UHF CB オンエアミーティングでは更新お願いします。はい、ということで、UHCBI ミーティングで、ね、ウィンターシーズンの第3日曜日に開催してます。ぜひ次回は皆さんもご参加ください。以上、長岡 HR420 ボボスケでした。バイバーイ。